今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム二等兵の友人屋でございます。 D 隊長です。隊長でございます。はい。ストレートエニアグラムありがとうございます。タイプ5調べる人編学者。学者ということで、はい、各タイプごとの紹介の、うん、タイプ5、うん、知りたい理解したい、うん、自分のことは自分でしたい、うん、でも巻き込まれたり侵されたりしたくない、うん、と思っていて、うん、基本人に敏感で情報を収集して、うん、一人で自分の考えや関心に浸っていたい、うん、人から離れて、うん、自分の考えに浸っていたい人ですと、うん、っていうふうによくこんな本では書かれています。で、なぜかと、まあ、合理的、問題が起きた時の対応としては合理的で、基本人から有利、離れている、うん、合理的に考えて離れている人で、思考タイプですと、うん、なのでもう基本はもうあまりその輪の中にはいない、うん、いない遠くの方で、うん、黙々と自分のことをしている、そうそう、こう全ての自己完結する人ですよね。なるほど。そう、まあ、でこのいつも紹介しているこのエニアグラムの本、うん、あなたを知る9つのタイプっていう本でも鋭く知的なタイプ、うん、まあ、思考タイプなので、うん、思考タイプ、合理的に考え、はい、鋭く知的なタイプで洞察力と好奇心に富み、うん、はい、集中力があって複雑な考えや技能を発達させることがあると、うん、で独立心、革新性があると、うん、なのでも探求した結果、うん、そうそうそう、こういうことした方がいいんじゃないかとかっていうのをこう考えるのが好き、まあ、そこ考え、ずっと考えてるみたいな、はい、かっこいいと思います、うん、まあ、いつも僕かっこいいしかここでは言ってないんですけど、で、と言いつつ、まあ、その外、その自分の調べたいことっていうことに没頭していく結果、うん、まあ、クールですと、うん、クール、うん、なんですけども、まあ、風変わりなところもあるよと、うんうん、若干空気を読まずに、空気を読まないのもあるし、その研究に没頭していくんで、どうでも、他はどうでも、どうでもいいと、自分のことに飲み込んでるんでちょっと風変わりに見える、はい、だから服装とかもそんなに気にしなかったりとか、で、まあ、最後書かれているのはその健全なタイ、健全なタイプ5は未来を見通す先駆者、うんうん、往々にして時代に先駆け世界を全く新しい見方で見るかっこいいですね。かっこいい、もう僕はここではかっこいいしか言いません、うん、はい、っていうタイプ5、あのこれも結構分かりやすい、分かりやすい見た目で、はい、分かりやすいですね、はい、もう多くの人がいる場とかでも、うん、基本そのみんながわーって喋ってる時にも、うん、あまりなんかその輪に加わることもなく、そう、だからなんかあの職人とか研究者とか、はい、そういうなんか自分のことをひたすら追求してるみたいな人が多い。よくなんかあの、うん、漫画とかでも、うん、なんかメガネかけて博士みたいなあだ名のタイプは多分タイプ5、うん、でこう全然出てこなくてっていう、でも何かその助けを求めて教えてって言うと、うんうん、バーってバーってそう喋り出すっていうのがこのタイプ5っぽい、はい、なのでなんかあの物事を調べたりすることってあるじゃないですか。そうです、好きなことは調べます、調べ、はい、でただタイプ5の調べるのはそこをもっとさらにいってるんですよね。なるほど。僕の知り合いのウェールズが大好きな人が、はい、はい、ちょっと名前があれなんでウェールズさん、ウェールズさん、はい、ウェールズさんが、はい、ウェールズって皆さんどこにあるか知ってますか。まあサッカー好きとかだと、あ、イギリスだなとか、イギリスの、はい、でもイギリスのどこなんだろうみたいな、なんでそこにこうそこをピックアップして、でイギリスじゃない、ウェールズのサッカーじゃないんですよね、はい、そこの人がハマってるのは。なるほど。ライアン・ギックスとかじゃないんですね。そうそう、そのウェールズの歴史なんですよ。イギリスじゃないんです、ね、イギリスじゃないんですよ。なるほど。でもイギリスの、あ、だから僕もそのいろいろ話は聞いてるけど、まあ、話半分になっちゃうんですね話こう完全にこう落とし込めてないんで知識が全然こう入ってこないんですけど、はい、要はイギリスの、イギリス王室皇太子、
ていう、なんかもしかして今聞いてるのも、いやそこはイギリスじゃないんですよとかってなってるかもしれないですね。そう、だからあれの由来はもともとウェールズなんだよとかっていう、その由来がウェールズなんだ、あの皇太子の名前、正式名称みたいなのがあって、はいはい、そこの中の、ごめんなさい、僕も今話半分です、もう今僕もよく分かってないんで説明できてないですけど、はい、なるほどっていうところまで掘り下げていく、はい、なのでこの今、まあうん、ウィングの話をすると、うんうんうん、5のウィング4、いや、うん、5に4の4よりってことですよね。なんかその個性のある、うんうん、特別なみたいなのに惹かれるのが入っていくと、まあ、好奇心プラス洞察力になってニッチを求めると、要は独特な個人的なものでビジョンを表現するんですね。なのでそのウェールズさんはもしかしたら5の4より4より因習を打破する人と紹介されています。で独創的だよとっていうのが5の4。なんかものすごい深く、ウェールズサッカー好きとか言って多分皆さんそれぐらいですよね、きっとサッカーが、まあ、僕レベルだと知ってるのは、うん、ウェールズを知ってたのはもうライアン・ギックス、うん、マンチェスター・ユナイテッドっていう感じです、ね、でサッカー好きの人は多分サッカー止まりぐらいですよね。そうですね、まあ、そこで調べようとも特にはそこでこうウェールズの歴史ってなんだろうってこう深く掘っていくのがこう、なるほど、なるほど、ニッチにお求めるみたいな、はい、ウィング4っぽい、はい、うん、っていう、まあ、また逆の方のウィング、うん、5のウィング6になると、うん、今度は問題を解決する人、うん、これはもう6リアルに生きる人たちのウィングになりますので、うんうん、この独創よりも実際的なことに興味を持ちますと、なんでエキスパートになっていくんです、うんうん、知識はどちらかというとその技術的なことだったり、うん、哲学だったりっていう、うん、より社会に役に立つみたいな。でもこのウェールズさんは、はい、そのウェールズの前は、はい、ウェールズの前っていうかウェールズさんの前、ウェールズはあの本業は、はい、その金属の研究者をしてたみたいな。ああなるほど、じゃあ5の6かもしれない。 6の可能性もあるかなって。で今は違う部署に行ってて、はい、ただこう金属とか見るとこの金属ピンピンとか言ってこれはクロムが何パー、なるほどっていうのがタイプ 5、あの専門分野に引きつけられる、そうそうそうっていう。だからそこまでこうスプーンのクロムがどなここの書いてあるんですけどとか言って説明が僕は入ってこないで説明できないんですけど、っていうのが合理的、合理的で、あのだから、まあ、よく、はい、調べる人って紹介されます、うんうん、はい、っていうこの、まあ、僕も間違えたことのある、うん、今考えるとなんで間違えたんだろうっていうところなんですけど、そこまで調べるとは思ってないじゃないですか。まあ自分は本が好きとかで、うん、よくその三国志についてバーっていろんな本を読んだりっていうのはしてたんですけど、うんうん、そうだから僕も歴史が好きで、はい、歴史の物語はこう見たりするけど、はい、何年にどういうことがあってその裏にはこの武器はとかになりそうですよね。そうそうそう、この土という武器はどんどんそこにはまっていくみたいな、はいはい、でこれの威力は他の武器と比べるととかそういう深いところまでこう追求していく。なるほど、でそこまで調べるかっていうと、いや調べるけどそんなとこまで調べないなっていうのがあるじゃないですか、木とかだと、はい、うん、なんでよく芸能人では、うん、例えばその坂本龍一さんとか、うん、あとタモリさんなんかも、うん、5と。タモリさんは分かんないですけどね。そうなんですけどねただその中6っぽく見えることもあるんで、あなるほど、まあ、6なのかウィングでもあの人友達100人っていう歌は全然鬱陶しいって言いますけどね、うん、あんないらねえんだよって、うんうんうん、今僕はもう友達を減らしてるとかっていう、うんうん、って言いつつなんかその坂のことめちゃめちゃ詳しいみたいな、うん、ブラタモリで披露する知識とか、うんうんうん、今その辺のそういうところは5っぽい、5っぽい、だからまあウィング6とかだったらああいう柔らかい雰囲気も、あなるほど、うん、っていうタイプ5、これがそのとらわれタイプ5を持ってました、うん、これが溜め込みですと、もう、うん、このエニアグラムのこの、うん、同じ今度は 実践編というのを持ち出すとですね、うんうん、このタイプ5というのは、この子供時代、うん、これはまあ生まれつきなんですけども、うん、その自分家族の中で安心感を得られなかった、うん、でよく説明することが多いらしいんですね、うん、なのでその
自分が生きて、うん、一人で生きていくためには、うん、知識を入れなきゃいけない、うん、って言ってどんどんそれを溜め込んでいく、うん、だからこの人たちって自分が 無能だと思ってる。無能、無能、無能ですか。無能だと思ってるから、こんなになんか有能になる、頭がいいのに、頭がいい、あ、だから無能だと思ってるから頭が良くなろうと、このままでは自分はこの未来生き抜くことができない。あ、未来、そうなんですね。そうそうそう、思考タイプなので常に未来を見てる、未来を見てる、うん、で今の私は無能だから、はい、もっと知識を大量に込まなきゃ。そう、私この思考タイプ、私タイプ6なので、うんうん、基本思考タイプ5、6、7の人は不安なんですよね。不安、未来を見て、未来に対する不安がある、未来を生き抜くためにはっていう不安があって、はいはい、でこの人たちは自己完結する人だから、はい、それを自分で何とかするためにはいろいろ知識を溜め込まなきゃいけないっていう、はい、まあ、それを意識はしないレベルでそうやって思ってるので、はい、こう、まあ、ありとあらゆるこうの、まあ、深く掘り下げたりとか知識を溜め込もうとする、はい、でも、うん、この有利タイプなのでそれを発表、なんかその、うん、なんて言うんでしょう、自己主張はしないんですね。自己主張はしない、なので本当に自己完結なんですよ。なるほど。そう、自分の世界で自分の理想とするスキルをどん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 溜め込んでっていう、でそう溜め込んで有利なんで、人にもこうなんか人の世話をしたりすることもない。なるほど、うん、その知識で。ああ、そうなんですね。そう、なのでこうそれをやってる時間があったらもっと知識を深められるとかいうのがこう心の中に生まれてくるので、人助けが無駄だよねとは思ってないと思うんですよ、はいはい、そういう心の冷たい感じではないと思うんですけど、はい、それをやってる暇がないっていう、自分はもうこれをやらなきゃいけない。なのでその、うん、よく書かれているのは、うん、その終わりがないみたいです、うん、終わりがない、終わりはないですよね。こう知識の溜め込みって情報どんだけあるんだって感じこの世の中なるほど、うん、ハードディスクがどんだけあっても足りないですね。どんだけあっても足りないし、そう捨てようともしないんですね、それを。溜め込みなんです業が、これもまた業が深い。でこう自己完結型でこう秘密主義なんですよ、はい、自分の溜め込んだものを人に気軽に提供しては自分の価値が下がってしまうみたいなことを思ってるんで、こう秘密主義で隠してる、自分の溜め込んだものを披露しない。なるほど、まあ、これ健全度の問題もあるんで、はい、そういうところがある。なんでこの今度はこの健全度が落ちて、うん、健全度が下がっていくと、うん、まあ、分裂の方向はタイプ7のマイナス面、うん、今度はこの溜め込んだものが溜め込んでいくんですけども、うん、それがまあ不安になるのか、うん、今度は7のマイナス面、うん、急に衝動的にいろんなものを、うん、この健全度が下がってくるっていうのが、はい、こう溜め込むじゃないですか、はい、溜め込んでいけば安心だと思ってるんですよね、はい、から溜め込むんだけど、それが不安になるんだ。安心できないじゃないか、はい、やっぱり自分は無能なんじゃないか、はい、でこれ今まで溜め込んできたのは無駄なんじゃないかって、どん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 不安になって落ちていく。で7みたいにこういろんなものを手を出し出すっていうと、うん、まあ、確かにそのいいところはなくなっちゃいます、ね、そうそうそう、浅い浅い。で7の悪いところってこういろんなものに手を出していろんなものが中途半端で終わってしまうみたいな、はいはい、で7に対する健全度の方向が5なんで、7はこういろんなものに手を出したのを最後までやり続けましょうみたいな、うん、そうなんですよね、はい、っていうところなので、こう全部中途半端、5なのに全部中途半端にいろんなものに手を出していろいろ中途半端に終わっちゃうよねみたいな状況だと、これはもう健全度が下がってるなっていう合図みたいな、あ、なるほど、ところなので、なので、うん、今度はそれは逆に統合の方向、うん、意識してさそれを手放して、うん、統合の方向というのは今まで溜め込んだものを、うん、タイプ8のプラス面、うん、自信を持ってそれを大きな挑戦に使うっていうことですね、うん、だからこう囚われていくと、はい、これを他の人に提供したら自分の価値が下がるって思ってるものをそれをこうどん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 人に提供したりとかしてこう成功していくみたいな。よくこういった本でも、うん、あのノーベル賞を取った人とか、うんうん、あのアインシュタインとか、うんうん、まあ、ニーチェは風変わりって捉えられてましたけど、そうそうたるメンツがこのタイプ5だと言われています。だからそういう学者とか多いですよね。
そうなんですよ。なんで僕もちょっとその自己診断してる時にそうなりたかったんでしょうね、うんうん、自分はタイプ5だって思った時もあります、うん、なのでこの、間違いやすい、うん、その自己診断で間違いやすいものとしてはタイプ5の人っていうのはよく自分のことを1、4、6と思うことが多いと。タイプ5の人が1、4、6と思う。1っていうのはまあ合理的っていうところで、あの1なのかなって思ったり、4、まあウィングの人、まあ、同じ有利ってことですね。で、4も5も自分の世界を持ってる。はい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 。で、まあ、5の人は、まあ、知識寄りにこう行くけど、4の人は自分の世界寄りに行きますね。自分の世界をどう構築していくかみたいな、はいはい、ってなるとこう突き詰めていくとこう似た感じ、似た、まあ、似てはないけど、はい、そっちに勘違いすることはあるのかなっていう。あと、まあ、でも5の人が5だって言える、あの、うん、診断できるのはなんかやっぱりその思考タイプで、そう、未来に不安を抱えてるっていうのがあるのかもしれないですね。だから承認欲求が少ないですよね、この人たちは。あのとても燃費がいいみたいです、この人たちは、うん、ここにもあるんですけども、実際のタイプ5は、うん、全てのタイプの中で最も物質主義的でなく、そうそうそう、わずかな快適さがあれば、うん、幸福を感じられると、うん、ミニマリストとか多いんですよ。あ、なるほど。そのウェールズさんもこう机買うのはもったいないから箱の上にパソコン置いてるテレビもないって言ってましたね。テレビもないっていう、テレビもね、ラジオもねで、まあそういうものがなくても大丈夫だよねっていう、自分の中に、はい、書いてあります、うん、時間の大半を考えや興味を発展させるのに、うんうん、費やさなければならないと感じていると。そうそうそう、だから逆にでもコレクションしたりすることもあるんですよね。例えばこうハマってるもの、こういう熟達していってるものが、はい、例えばワインにハマってたとすると、はい、ワインをコレクションしたりとか、なるほど、うん、このワインが何年のものでとかっていうの、それだけみたいな。ただ生活はもう何もないみたいな、ガランとした部屋にパソコンが1台あって布団があるだけみたいな。でも、そう、コレクションとしてはでも、うん、ワインだけはめちゃめちゃあるとか、めちゃめちゃあるみたいな、バックナンバーがめっちゃ置いてあるとか、そうそうそうっていう部分はある、はい、うん、自分がどんだけ省エネに暮らせるかみたいなことを考えてたりとか、ね、一人で生きていくためにはって無駄なく、はい、そう、だから無駄なものはこう排除していくみたいな、合理なんでね、もう何が必要か何が不要かみたいなのをこう考えて無駄なものは排除していくみたいな。で、あとそのまあ勘違いのポイントでいうと、勘違い、自己診断で間違えるポイントとしては、そのタイプ1、3、9の人は今度は自分のことをタイプ5かもって思って、まあ1も3もやっぱり合理的に考えて何かのその学術的な分野で秀でた人は、あれ俺5かなって思うかもしれないですね。あと9の人も、有利、あのワイワイガヤガしてる中で、別に有利じゃない、有利してても全然平気と思ってる、うんうん、で、そういうなんかこう調べ事は別に普通に座ってないですから、はい、自分の興味持ったものはこう調べたりする、はい、けど、まあ、5の人とは明らかにレベルが違う。なるほど。なんで 9、 あの、 の体調も間違ったことあるんですよね、うんうん、5に行って、あ、5かもなって思ったことはあります。なんで僕もそのよく人と話をしていて、うん、なんか子供の頃どうだったって聞いた時に、うんうん、なんかアリをよく見ていたっていう人は、うん、あ、もう5じゃんって思うんですね、うん、っていう話をしたら、うん、僕も見てましたって言われて、うん、あ、そうなんだと思って。そうそう、ただその見てる理由があるんですよね、多分。なるほど。5の場合は本当に知的にこのアリがどうなっていくのだろうみたいな、はい、このアリの巣はどうなってるんだろうとか、はいはい、っていう研究的なところがあったり、はい、で、まあ、僕の場合は何ですかね、世界ですよね、多分自分の世界。なるほど。なんで、うん、こういった本でもやっぱりその子供の頃にアリを見ていたっていう、うん、アリっていうワードがタイプ5のところには出てきます、うんうんうん、僕アリを見てて幼稚園の時に運動会の練習かなんかの時に、はい、どっかでアリを見てて行方不明になったって僕の中で結構すごい5っぽいですけどね。5っぽいですね、はい、
でこういろいろ探したらこう隅っこでアリをこう見て、すごい風変わりな語っぽいですけどね、うん、そう。ただまあ語の可能性はまだありますよねっていう、ただそういうところだけをピックアップすると語になっちゃう。あ、そうなんです。まあそれがまたエニアグラムの難しいところですよね。そうそうそう、なんかトータルでどうなのかみたいな部分なので、はい、みんなこう語っぽいところはある、うん、ある部分ではそういうところも。私が勘違いしたのも、まあ、ある飲み会で一人で、うん、あの俯瞰して見てる時って結構あるので、うんうんうん、あ俺語じゃん、うんうん、飲み会で結構僕俯瞰して見てるうん、うん、と思って勝手に語になって、うん、あタモリさんになれるみたいなこと思ってたんですけど、まあ、全然違いましたけどね。なんか語の人飲み会、なんか語の人はこの自分の得意分野の話になったりすると話が止まらなくなる、はい、そのウェイルズさんは、うん、あのヘビメタも詳しいんですよね。ヘビメタも詳しい。ヘビメタが好きだと思ったら歴史まで掘る、はい、なるほど。そう、あと細かい種類もあるじゃないですか。そう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 、ヘビメタのヘビメタにはみたいな。そう、僕にはそのタイトルはつけれないですけど、メタルとみたいな、何だったかな、はい、みたいな、こういろいろあってっていうところをこういろいろ調べたりするので、こう僕が多分ヘビメタにハマったとしたら、はい、ヘビメタの音楽が好きだからそればっかり聴いてるみたいな。まあ、で気分が良くなればいいじゃん、うん、僕も多分そのかっこいいければいいじゃん、うん、なので、で終わりそうです。その好きな音楽を聴いてて、まあ、他にいい曲ないかなって探す。まあまあまあそうですね。ただそれぐらいで、はい、あ、そういう気持ちは分かります。ヘビメタの歴史は別にまあそうですねこう興味がないというか、はいはい、まあ、別に調べようとは思わない、はい、っていうところをこう掘っていくみたいな。でヘビメタの種類がこうあってみたいな、はい、ここで話したんですけど、前ホワイトボードに書きましたからね、ヘビメタ急になるほど。そうっていうウェルズさんが、はい、ウェルズさんだからそういう特徴を持ってるので、はい、こう話がこうハマるとすごい盛り上がる。なるほど。でエネルギーが強いで、あ、その自分の得意分野に対しては強いんですね、うん、強いので、こうどん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 こう話していく、はい、まあ、健全度もこうあるんでね、はい、今度はタイプ5の人とどう付き合っていけば、うんうん、そのいいのかみたいな、うんうん、ことなんですけども、うん、あのタイプ5の人っていうのはやっぱりその、うん、合理的で、うん、とても、まあ、賢いというか、まあ、賢い人が多分多いんでしょうね。賢い、まあ、はい、掘るんでね、はい、自動的に賢くなるんで、なんでまず彼ら の、 その客観性であったりとか、うん、知性を認めてあげるっていうのと、そのやっぱり合理的な人なので、うん、簡潔に話すと別に理解は全然します、うんうんうん、むしろなんか合理的であれば、そう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 、あ、なるほどってなるのかもしれません。合理的に話す方が多分、はい、だからあのこれ動画撮る前に飲み会に引っ張り出したいみたいな、はい、なので、はい、なのでここにも書いてあるんですけども、基本そのなんて言うんでしょう、人との付き合いを強制してはいけないと、うんうん、なので僕とかはなんかその、うん、え、そんなの引っ込んでなくて、うん、飲み会行こう楽しいよって言いたくなるタイプ6なんですけども、うんうんうん、無理にだし、楽しいよって何なのって、多分その楽しいよを合理的に説明できればなるほど、なるほど、楽しいかどうかは何なのっていうのを合理的に、あそこの飲み会に行けばこういう人たちがいて、基本この5の人は自分で物事を探求していくのが楽しい人なんですね。楽しい人なので、そこに行くのが楽しい、ワイワイ楽しく飲むことが楽しいことなのかっていうところですよね。みんな行ってるよってでそこに自分の時間を費やすのがもったいない。ああ、なるほど。その飲み会行ってる時間にこれ研究できるよね。時間というコストなんです。そうそう、コストがもったいないんです、ね、なので合理的に楽しい理由、ここに行けばあなたの興味のある、例えばウェールズさんだったら、あなたの興味のあるウェールズに詳しい人がいるから、よかったら来てみないって言ったら、あ、それは楽しいかもねなるほどっていう、だから合理的に楽しい理由とか、合理的にあなたに必要だっていう理由を提示すれば、あ、そうかもしれないって動いてくれるけど、楽しいから行こうよとか、まあそんな家にばっかり引っ込んでないで行こうよって言うと、もう自分はその価値のあることを家でやってるな、難しいです。なるほど。っていう部分にはなるので。っていうのに対して、またこれはもう毎回僕はバカみたいに聞きますけど、
いやあなたもタイプ5なんだから、うん、8みたいにね外出ましょうよっていうのは大きなお世話ですね、大きなお世話。あ、なんかエニアグラム勉強してる人はそうだよなって、多分だともしかしたらエニアグラムを進めるといいかもしれないですね、うん、で、まあ、エニアグラムを進めるのも合理的に進めなきゃいけない難しいなこれは。なるほど、その5の人が読みたくなるように進めなきゃ読んでくれない部分なので、あ、そっか、今急に不安になってきたのはタイプ6の不安になってきたのは、まあ、もしかこれがね、うん、5だと思っている人が見てくれてるとしたら、うんうん、全然こいつ違うよと、うん、全然エニアグラム深くないみたいな、あ分かってないってなりそうですね。もしかするとウェールズさんが見てるかもしれないので、なるほど、コメントを5についてね、5について、はい、5は本当はこういうことを思ってるんだよって、はい、あればこう書き込んでもらえると、ぜひ、うん、まあ、はい、ウェールズさん以外でも5の人、もう5の人、はい、ご指摘いただければ、うん、次は、タイプ6、うん、思考センターのタイプ6になります、はい、タイプ6、私のフィールドでございます、はいはい、タイプ6の紹介をしたいと思います。タイプ6がどういうことを思ってるかをこう披露してくれる、多分、まあ、このね今のエニアグラムの関連の動画をバーって見ていただくと、うん、常に6が出てると思います、うん、体調にちょっと反抗したりとか素直に従ったりとかっていう反応が出てると思います、はい、まあ、その辺をね詳しく詳しく、はい、6の心の中を見ていただいて、はい、まあ、日本人が6と言われている国ですので、うんうん、6の紹介をしたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい。